こんばんは、しげもんです。どうも。今日はこれですね、6版から新しく発売された EF81 の新シリーズ2種類です。これが EF81 型電気機関車の81号機お召し仕様、ほんでこれね、 EF81 型電気機関車のカシオペア塗装、この2種類、今回も6版さんにサンプルを送っていただいたので開封して詳しく見ていきます。はい、じゃあまずこちらから、国鉄 EF81 型電気機関車81号機お召し仕様ね、プラパッケージにこのように車両が入ってます。ケースはこんな感じね、裏に説明書きと側面に車両の説明が書いてあります。こうですね。はい、じゃあもう開けていきますね。いきます、オープン。てってれー、中ペロッとで、いつも通りビニールにくるまれてるんでペロッと、あ、すごいいい色合いや。じゃあ車両から見よう。はい、出てきました。こうですね。相変わらず Z ゲージなんでボディはちっちゃいですね。車体自体はローズピンクの塗装になっていて、側面に銀体が入っているということですね。印刷はすごい綺麗で、細かい点ちょっと見えにくいかもしれないですけど、車番とメーカーズプレートもちゃんと印刷されてますね。ほんで屋根はこうですね、パンタグラフがちゃんとついてて、でこの配管部分かな、ここはエッチングで表現されてます。指でツンツンしてもそんな簡単には壊れなそう、強度もしっかりしてますね。反対側はこうですね、お召し仕様ということで、この手すりとか各部に銀色が入ってますね。で反対側から見る屋根部分はこうですね、多分この色ごとにパーツ分けされてて、もちろんパンタグラフは昇降しますね。はい、そしてお顔部分はこうですね、前面もナンバーがちゃんと入ってて、お顔すっきりしててかっこいいですね。ヘッドライトは点灯します。そして車体の裏側はこうなってます。動力台車は前後の2つ、中間台車はこのように左右に動きます。あと付属品がここにパーツのランナーが入っているのと、この中敷きの裏側によいしょ、お、説明書も入ってた。 EF81 のお召し仕様とカシオペアの共通の説明書、ほんで、はい、日照機のパーツが入ってます。エッチングの支柱部分と、そして日照機のラベルですね。あとこの付属ランナーは列車無線アンテナと、そしてダミーカプラーになってます。じゃあこのパーツも取り付けてみよう。はい、じゃあ列車無線アンテナから取り付けます。まず機関車のボディを外して、よいしょ、まあ、キュッと引っ張ったら外れますね。こうです。ほんでボディの屋根の裏側にアンテナを取り付ける場所のガイドがありますね。ここに1ミリのドリルで穴を開けます。ドリルで穴を開ける、はい、貫通したかな。2箇所あるんでこっちも、あとはランナーから切り出したアンテナのパーツをここにはめるとよ、見えるかな。もう1箇所も同じね、よっと、はい、できた。まあ、お好みで取り付けるという感じかな。あとは矢印に合わせてボディを戻します。カチッと、できた。ほんで先頭のアーノルドカプラーは前に引き抜くことで付属のダミーカプラーに変えれます。そして切り出したカプラーをここにつけるよ、こうですね。まあ、お召し仕様ということで銀色のカプラーになってます。はい、あと日照機のパーツね、このエッチングのポールがついてるんで、ここに付属のラベルを貼り付けます。はい、こうですね。シール自体は結構しっかりしてます。ほんで日照機を取り付ける場合は、さっき取り付けたダミーカプラーの隙間に差し込むらしい。こうかな、ギュ、はい、こんな感じですね。はい、じゃあ続いてもう一両いきましょう。 EF81 型電気機関車、今度はカシオペア塗装ですね。まあ、パッと見すごいカラフルですよね。でパッケージは先ほどと一緒、裏に説明書きと側面に実車の説明です。ほんじゃあ開けていきます。てってれー、あ、すごい鮮やかな塗装ですね。綺麗やね。よいしょ。はい、これが EF81 のカシオペア塗装ですね。実際にカシオペアの牽引機として活躍した99号機がモデルになってます。カラーリングすごい綺麗ですよね。
これもナンバーとメーカーズプレートは印刷済み。で、屋根はこんな感じ。まあ、全体的な作りは一緒で、塗装が違うという感じですかね。屋根もさっきと色が違いますね。反対側はこうです。で、塗り分けはかなり綺麗にできてます。で、裏側はこんな感じ。まあ、動力もさっきと一緒ですね。そしてお顔部分ですね。ナンバーが入ってて、これも前照灯とテールランプは点灯します。反対側はこう。ほんで、カシオペアカラーの付属品はこれですね。はい、ここに入ってるのは列車無線アンテナと北斗星のヘッドマークですね。北斗星のヘッドマークは両面テープを使ってボディに貼り付けます。はい、それではぐるっと走らせてみます。81号機と99号機どちらも北斗星の牽引実績はあるということで、別売りの24系北斗星 JR 北海道編成と組み合わせて今回は走らせてみます。まあ、時期によって細かい仕様は異なるみたいですけど、今回はこれでいこう。あとヘッドマークは客車に付属のものを貼り付けてます。それではいってらっしゃい。はい、というわけで6班から新しく発売された EF81 の2種類開封して走らせてみました。それぞれ塗装の違いと付属パーツの違いで特定のナンバーが再現されてましたね。走りもいつも通りスムーズで、デスクトップで北斗星の編成を走らせれるのはなかなか楽しいね。製品の詳細と購入ページ、動画下の説明欄にリンクを貼っておきます。気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面をタップすることでチャンネル登録と関連動画見れますので、ぜひ登録とチェックをよろしくお願いします。それでは、さいなら。